京都三院の立ち飲み祭、折り鶴会館というところにありますが、阪急三院駅を降りて西側にあります。超人気店になりましたね、ここで。マグロの、中落ちをいつもここで、大体結構あるので食べます。で鶏ネギとか焼き鳥もあるしの、まあ、串焼きもありの、これ豚バラと、エビですね。僕エビも皮ごとこれ塩で全部バリバリバリっていくんですが、でこれが名物の辛つくねっていうやつなんですけど、これめっちゃ辛いんですよ。中にあの青唐っていうんですかね、あの辛い辛いのが、中にプチプチっと入ってまして、激辛なんですけど、これがまた美味しいので、これちょっとサイ行ったら絶対食べてほしいんですよね。でシシャモも、こんなのもあって非常に安いです。でね、串カツもあるんですよ。串カツもで、串カツも同じ値段なんですけど、串焼きと、それも嬉しいですね。そんなことでまた明日です。ありがとうございます。